どうも、ウェダックスです。本日はディープクールのアサシン4、こちらを使っていきたいと思います。で、もう開封して取り付けました。このキューブ状のね、やつがディープクールアサシン4です。はい。上から見ると、こんな感じですね。はい。それでは電源を入れてみたいと思うんですけど、なんと今グリスを塗っておりません。グリスを塗っていない状態で、起動できるか、まあ起動できると思うんですけど、起動させます。電源オン。はい、今電源オンしました。BIOS の画面になったら切り替えたいと思います。ここにDP っていうね LED がついております。はい、起動したので BIOS に切り替えます。ここでね CPU の温度をチェックしたいんですけど、ハードウェアモニターですね、ハードウェアモニター、こちらで見ます。 CPU の温度は51度50度。まあ動作確認するレベルなら全然問題ない感じではありますね。グリスなしで。それでは再起動します。再起動。はい、起動時にはそれなりに負荷がかかりますので、ファンの音がちょっとうるさくなるかとは思います。で、今なんですけど、パフォーマンスモードってあって、あと静音モードってあるんですけど、静音モードに切り替えるとランプが消えます。パフォーマンスモードにするとライトがつきます。もちろんグリスを塗ってないので、パフォーマンスモードでいきたいと思います。はい、もうパソコン起動しておりました。早いね。 CPU の温度50度台なんで OK。 そう、あ、60度で、最大が72度なんでサーマルスロットまで行っておりません。はい、すごいですね。このままでも使えそう。ただ Ryzen 9の 7900X なので、こいつが本気を出したらこんなもんじゃないんですよ。だからその本気を出した時にグリスなしでいけるのか、アサシンという名ならグリスなしでもいけんじゃねえのっていうのがそれはさすがに無理かもしれないんですけど、をテストしてみたいと思います。はい、それではですね、今47度なんですけど、これがどれぐらい上がっていくのか、スタートしてみたいと思います。スタート。はい、今スタート押しました。74度。あ、ファンがうるさいです。94度。もうサーマルスロット、あ、95度いきましたね。95度がサーマルスロットのはずなので達しておりますね。まあけどね、普通のクーラーやったら95度いっちゃうんですよね。はい、けど早いっしょ。Ryzen 9 7900X です。終わりましたね、見事。さすがにパフォーマンスモードとはいえグリスなしではこうなるっていうことですね。はい、残念でした。はい、ということで、そしたら一旦こいつをシャットダウンしてですね、今度はちゃんとグリスを塗ってやっていきたいと思うんですけども、シャットダウンできました。スイッチオフですね。そしたらこの状態で作業していくんですけども、先ほど言いましたようにパフォーマンスモードと静音モードがあります。静音は左で、パフォーマンスは右ですね。まあパフォーマンスモードでいいと思います。で、ここが磁石になってるんですね。磁石です。だから取り付け取り外し時には、ここは楽ですね。そんなに大変ではない。そして次の段階ですけど、このファン。このファンはこの両端をつまむことによって引き出すことが、あ、そうか。とりあえずね、このね、ファンのケーブル引っ張られるんで、ここは抜いといた方がいいかもしれない。CPU ファンね。ここがそのまま引っ張られるんで、これを引っ張ります。はい。引っ張ると、ここの中に、見えないかな。ネジ穴、ネジがあるんで、これを外していくわけです。で、専用のドライバーがこうやって付属しておりました。こっちプラスで、こっちは六角かな、ちっちゃい六角になっておりますね。これ今のところ何に使うかちょっと分かってないんですけど、はい。そしたら外していきますが、普通のドライバーで私の場合届いたんで、これで外していきたいと思います。取り外せました。そしたらこれはちょっと横に置いといて、グリスを塗りたいと思います。グリスなんですけども、付属しているグリス、これを使いたいと思います。ディープクール、性能いいらしいんですけど、まあ私は付属のグリスを結構使う派なので、
そしたら CPU に、サイコロの5かな、個人的には。ディープクールさんもサイコロの5を推奨してます。はい、だから私もサイコロの5。はい、こんな感じで、そんなにたっぷりは塗りたくない方です。でヘラでわざわざ伸ばしたりもしない方です。そしたらこれで取り付けていきましょう。これでどれぐらいの性能が出るかですね。はい、しっかり止めることができましたので、ファンのケーブルちょっと意識して引っ張っときながら刺します。はい、これだけね、そんなに難しくないと思います。まあ、ファンのケーブルは最初から2本を1つにまとめられるようになってますんで、 CPU ファン1箇所に刺すだけで OK ですね。でちゃんとメモリにこの状態だと干渉しないようにできているんですね。これはありがたいですね。メモリに干渉するものが多い中、そこをちゃんと意識してきてくれたのはありがたいかな。メモリを増やしたいとき減らしたいときね、どうしても邪魔になっちゃうんで。はい、これで OK ですね。あとは蓋閉めときましょう。はい、もうパフォーマンスモードでいきますね。そしたらあれ、電源オン。はい、電源を入れたらね、この DP が光るんで分かりやすいですね。じゃあパソコンの画面がピッと言ったら行くと思います。あ、もう起動した。ピッて言わんかった。はい、起動しました。で今回の温度も意外と高いですね。60度。ほんで最高が68度9度ぐらいですね。あ、バイオスの温度もチェックすればよかったかな。まあとりあえず起動した状態で今67度、結構高めですね。グリス塗る前とあんまり差がない感じではありますけど、まあ、最大が70度というのだが低めですね。今ちょっと下がってきました。はい、じゃあこの状態でシネベンチ実行してみましょう。95度までいかなければいいんですけど、それを当たり前として、できれば70度台、70度台いけば理想かな。それではいきます。スタート。はい、どうでしょう。今60、74度、74度、86度、一気に上がったな。87度、87度ですね。88度。まあ、なんとか90度にはいかない感じかな。88度ですね。サーマルスロットまでは届かない状態で動いて終わりました。はい、ファンもそれなりにやっぱうるさくなりますね、負荷をかけると。うん、もうちょっと下げてほしかったかな。グリスの、まあ、塗り方によって2、3度は変わるかもしれないんですけど、まあけどこんなもんなんでしょうね。とりあえず 7900X をサーマルスロットリングにかからない程度の動かし方はできそうな感じではありますね。もう一回ちょっと、もう一回だけテストします。スタート。なんとか90度にはいかない感じなんですけど、結構しんどそうではある。そしたら静音モード。静音モードじゃさすがにサーマルスロットに行くんかな。静音モードで実行してみたいと思います。スタート。今62度、64度、77度、87度。確かに音は静か。88度、89度、89度。お、90度いかへんの。へえ、静音でも一緒ですね。はい、なんと静音でも一緒でした。これはどうやろうか。ファンがこれだけ回っているのに対して影響がないっていうのは
なかなか珍しいな。もう一回動かします。スタート。ライゼン使うんやったらパフォーマンスモードじゃなくてもいいのかな。もう一回パフォーマンスモードで。せっかく風を多く送って冷やしているのに温度がそんなに変わらないって不思議ですね。まあグリスの馴染みとかももちろんあるとは思うんですけど、パフォーマンスモードと静音モードで基本的に抑える温度は89度ぐらいでしたね。それやったら静音で動かした方がパソコンうるさくなくていいかもしれない。分かりやすいほどの性能が見れなかったんですけど、ただRyzen 9の 7900X ぐらいの CPU って本当に簡易水冷じゃないと冷やしきれなかったんですよね。って考えるとその95度まで達せないっていうのは空冷としては素晴らしい性能だとは思います。空冷でそのハイエンドのインテルも含めてなんですけど CPU を使うならこのレベルのクーラーをつけないと無理だっていうことです。それ以外も簡易水冷一択ですよ。だから基本的にハイエンドは簡易水冷一択だとは思うんですけど、プラスアルファ空冷でどうしても全部行きたいんであれば、こういったアサシン4ぐらいの空冷を選ぶのがベストなんじゃないでしょうか。はい、っていう感じですね。で、一応ファンの位置をここにも追加したりとか変えたりとかもできるんですけど、今回はそれは試さなかったんですけど、もしねそれで温度が大きく変わるようであればやってみたいと思います。まああとグリスの塗り方賛否両論あると思うんですけど、個人的にはもうこれで OK っていうのがすごい私の中の OK なのでこれでいきたいと思います。はい、ということで本日はアサシン4使ってみました。グリスを塗らなくても十分な冷却力を持っているっていうのはすごいなと思う。だからこんなそのハイエンドに近いような CPU じゃなければグリスなくても十分冷えそう。もちろんグリス塗るのが当たり前なんですけど、個人的にはテストで動かすときにグリス塗らないんですよね。だからその辺の使い方でプラスアルファあんまり思ったほどね10度20度下げてくれるのが理想やったんですけど、そこまでは冷えなかったね。89度。だから95度がサーマルスロットなんで6度抑えてくれてるんですけど、で他の空冷もちろんいろんなディープクールさんの空冷試したんですけど、基本的には厳しそうなんですよ。93度ぐらいまで抑えてくれたものはあったんですけど、90度をだいたい超えちゃうんですね。だからそれを考えたらやっぱりこいつは優秀で、インテルの方はもう他の方が結構やっちゃってるんで、その方情報を見てください。はい、ということで本日はディープクールのアサシン4使ってみました。本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。